こんにちは、吉田さん。今日のタイトルは、このままではこのままだっていうことなんですよ。まあ、これ非常にね、トンチみたいな言葉ですけども、本当に意味深い言葉なんですよね。このまま自分がビジネスの感覚を身につけなければ、収入はこのままです。本当にね、誰かいい話を持ってこないかなとか、どっかにいい案件ないかなというふうな情報を探しまくる人になると、ずっとそのままです。情報がなければ身動き取れなくなっちゃいます。でも、私はね、情報がなくても自発的にことを起こすことができるんですよ。言ってみれば、私は自分自身が情報源になることができますし、モチベーションをどっかから持ってこなくても、自分の内側からモチベーションをね、作り上げることができるんですよね。これは工夫の力だとも思います。で、前回ね、吉谷さんが、コンテンツを売ってあげたおかげで、順調に私がね、購買に走って、そして最終的に、その一番高いバックエンドで、一山当てたみたいな話をして、俺のおかげだみたいなこと言いましたけど、そういう部分も確かにあります。本当にね、それはね、良かったなと思いますけども、私としてはね、二つ意味があって、やっぱり誰かがね、そういうふうなビジネスの方法を売ってくれなければ、わかんないところがあるわけですよ。で、中には詐欺もある。というよりも、詐欺がたくさんある中で、あやふやなものがたくさんある中で、本物を見極める目は自分が持ってるかな。もしくは、本物じゃないにしても、そのまがいものを使い倒して、そんな中からでも自分のビジネスを作っていけるぐらいのセンスがなければ、結局本物に出会ってもこのまんま人生が続くと思っていたんですね。で、もう一つの意味っていうのは、私が買ってあげたおかげでね、多分助かってる部分があると思います。例えば私は実績者として何回も登壇したことがありますし、私のことが引き合いに出されて久保さんみたいになれよって言わせたこともあると思いますしね、例えば吉谷さんだったら久保さんみたいな人もいますよっていうふうなことを何回も言ってるはずなんですよ。3年で1億とかね、40歳過ぎてから初めて始めたとかね。いや、こういうことを使わせてあげてるんですよ、私が。ということで、持ちつ持たれつですよね。で、私としてはね、最初にその無料コンテンツでバックエンド買った時って、結構ね、やることが決まっていて、何かっていうと、それを買うことによって、他にも買ってる人がいるってことにすぐ気がついてる、売るわけなんですよね。だから、結局、同じような趣味、思考、方向性の人が、買ってるわけですから、私がそのコンテンツを買ってね、バックエンドを買って、そこで一山当てたら、一山当ててない人へのセールスが可能になるなと思ったんですよ。そこには購入者同士っていう仲間関係がありますよね。その中で一定の信頼関係が生まれますよね。で、その信頼関係っていうのはまさにビジネスマーケットの種になるわけですよ。卵に。それを私はね、捉えていたんで、広島の久保です。広島の久保ですっていうふうに、例のライブでね、質問しまくっていたというところはもうご存知だと思います。で、乗っかるわけですよね。発信者に乗っかって、発信者に名前を呼ばせる。吉谷さんの発信に乗っかっていって、久保さんはこういうふうにしてますよっていうふうに言わせる。で、こういうことによって自分の力にレバレッジをかけていくんですよね。人に噂されるような自分になる。これがだから、このままじゃないから、このままじゃない結果が出るってことになっていくわけですよね。だから人に噂されないとかね、もちろん悪い噂はダメですよ。こういうふうになりたいよねって、こんな素晴らしい人がいるんだよ、こんな頑張ってる人がいるんだよっていうふうに噂されることによって、だんだんこのままじゃない未来が押し寄せてくるんではないかなと思ってるんですよね。で、本当に大事なのっていうのは、これに尽きるんですよ。今までと同じような日々を送ってないかなとかね。今日まで過ごしてきた自分と違う自分を求めているかな。要するに、買ったこともないようなものを買ってみるとかね。普通だったらやらないような選択をしてみると。そうじゃないと、そういう変化球を自分の人生に盛り込ませないと、変化した人生はね、なかなか見えてこないと思うんですよ。で、私はね、ちょっと話だいぶ変わりますけども、ずっと住まいっていうのは賃貸派だったんですよ。それはお金がないからっていうのもありましたんで、それは大きかったんですけども、それがね、今はね、持ち家派になりました、家を持ってから。というのは、賃貸か持ち家かを悩むっていうのは、これね、生涯に1個しか家を持たない人の発想なんですよ。で、私は生涯に複数の家を持てるなと今思ってます。今買った家っていうのはローンがありませんから、もう一回ね、ローンを組んでもう一つの家を買うことももしかしたらできるかもしれないと思ってるんですよ。まあ、そこまでのね、好奇心が湧かないかもしれませんけども。で、もう一つなんですけども、大体、一家に一人か、一人に一台車所有っていう、そういうふうなね、考えもあると思います。まあ、場合によっては車持たないっていう考え方もありますけども、私は一人で複数の車を持つってこともできるなと思ったんですよ。で、今は実際そうしてますし、きちんと支払いのバランスも取れてるし、まあ無理はないかなと思います。で、持つ車っていうのは、やっぱり転売可能な車になってますよね、やっぱり。全部じゃないですけどもね。今4台中2台は転売可能な車です。人気のベルファイアと、それから、旧車としてネタが少ないトランザムになってます。これは資産化してるわけなんですよね。
で資産であるうちに販売を考えているということもありますし、持てば持つほどずっと価値がね、右肩上がりの価値が落ちることがないっていうね、普通車ってのは価値が落ちるわけですよ。まあベルファイアは価値が落ちる可能性ありますけども、トランザムに関しましては83年式のキャブレターっていうのはどんどん値段が上がると、価値が上がるしかないんですよね、うん、で今いろんなことをね、申し上げました。その中で大事なのはもう一回話戻しますけど、このままではこのままだってことなんですよね、うん、で子供が生まれた時にね、思ったのはこのままじゃなくなる日々なんですよね。子供って勝手に育ちます。勝手にいろんなことに興味持って、勝手にあちこち触ったりとかね、よちよち歩きだったのが立ち上がったりするわけですよ。そうするとこちらもそれに合わせて対応しなければなりませんから、住環境を変えたりとか衛生管理をしたりとかね、それこそね、壁をハイハイするといろんなものを口に入れるわけですから、掃除を細かくするようになりますよね。だからホコリ一つ落ちてね、もともと掃除は細かくしたんですけども、さらに綺麗になったかなっていうところと、壁にモールを貼ったりね、トゲできるところをこうメンテナンスしたりとか、本当に住環境整ってきたのは、まあ子供のおかげかなっていうところもあって、子供に育てられてるところもあるんですよね。で今日ね、嬉しいコメントいただきました。自分も同じように、まあ、不妊治療でね、子供を授かったんです。でいろいろ大変で、死ぬほど働いてますけども、子供のせいで忙しいっていうふうには思わないと、本当に私と同じ気持ちだなと思いますよね。初めてねコメントしてくださった方だと思いますけども、私の動画はねずっと見てくださった方だと思うんですよ、うん、それをねちょっとどうしても言いたくってここで、ついでにお話ししました。またこれはね、そのコメントに対する動画っていうのを当然撮ろうかと思います。で、今回のね、動画なんですけども、億万長者合宿レイジということで、内側から湧き出る衝動とかね、突き上げる気持ちとか、憤りとかって、こういう風なね、うおーみたいなところをね表現するために、毎回これからも動画作っていこうと思いますけども、この内側から持ち上がるようなね、こうマグマのようなエネルギーがないとことをなすことはできないですよね。でそのマグマのようなエネルギーはどうやって持つことができるかっていうと、これは分からないんですよ、なんか知んないけど。このね、内側からも来るモチベーション、他者から焚きつけられないと起きないモチベーション、もう天地ほどの差があるんですよね。他者から焚きつけられないと盛り上がらないモチベーションって、他者が去った後とかドーピングのように切れていくんですよ。でも内側からあるモチベーションっていうのは勝手にですね、グッと盛り上がってくるんですよね。何にもいらないんですよ、それこそ。これがね、私の唯一の財産ではないかなと思います。もう何が起きても内側からおーっと燃え上がってくるんですよね。負けてたまるかみたいなね、もう絶対成功させるぞみたいなね。もともと私はね、やる以上成功させるっていう風なスローガンで生きてるんですよ。で、まあ、失敗っていう概念が自分の中にないっていうこととね、あと自己否定論って言って、まだまだ自分にはできるはずだっていう風にいつも考えることによって、まあ一歩二歩とね突き進んでいくところもありますし、あとね、絶望っていうのがね楽しいんですよね。私も絶望も楽しかったりするんですよ。その絶望が希望に変わる瞬間っていうのがあって、それがね恍惚感なんですよね。ジェットコースターがグワーッと行くみたいに、うわーやったーみたいな感じがあって、それもねすごく楽しみで、だから たたきのめされて地獄に落ちる瞬間とかももしかしたらあるかもしれませんけども、転落の途中って結構楽しいんですよね。借金がどんどんできていく時って結構楽しかったんですよ、なんか知んないけど。危機を感じながらもスリルがあるというかね。だからといってわざわざ借金苦になったりとかしようと思いませんけども、まあ、私の人生の選択っていうのはね、どうしてもね、ちょっと派手な時っていうのがあって、その派手なね上下に私もね乗っかって、自分の人生ですから、なんか妙に楽しかったりするんですよね。で平穏な時は平穏な時で、もうものすごくスーパー平凡を、まあ、演じきって、もうこれもね私の人生すごく楽しく感じることもありますし、まあ、何をやってもね本当に、楽しいなというところですね。結局その一言に尽きるんですけども、うん、さあそれでね、今日最後のまとめになりますけども、結局この動画を見てもいろんなビジネスとか投資に出会っても、自分の内側が変わらなければずっと同じです、このまんまなんですよ。だから自分の内側を構築することに一生懸命ね、意識を向けていったらいいんじゃないかなと思います。だからね、結局このキーワードすごく大事なんですよ。このまんまでは本当にこのままですよ。ということで今回は以上です。ありがとうございました。